ズーズーワンダーランド。さあ、時刻は1時を、失礼しました、間違えました、11時を回りました。さて、やってきましたズーズーワンダーランドのお時間です。この番組は沖縄子どもの国に関する旬の情報をお届けします。もうね、間もなくクリスマスを迎えるということなので、そんなクリスマスにまつわる、もうそしてもう次は来年にね、年を明けてっていうことにもなりますので、その旬な、情報もお届けしていきたいと思いますよ。リスナーの皆様からの沖縄子どもの国に関するご意見、疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までです。そして FM コザではユーストリーム、そしてツイキャスでも、で今もコメントいっぱい来てますけれども、はい、映像と音声をインターネットで生配信しております。 FM 講座のホームページから簡単に見ることができますので、そちらも楽しみいただきたいと思います。ツイキャスでもコメントお待ちしておりますよ。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今週のお相手なんですけれども、いつもね、あの FM 講座のゆみちゃんが MC を務めさせてもらってますけれども、今日はちょっと、ピンチヒッターで私 FM 講座のメイクが、MC をさせていただきたいと思います。そして今週のお相手、今日も来てくださっておりますスタッフさんですって言ってますね、はい、自己紹介からお願いします、はい、沖縄子供の国から来ました東條です。はい、東條さんよろしくお願いします。そして、はい、同じく沖縄子供の国から来ましたゆいです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。いかがですか、ここ最近。もう寒いです。寒くて寒くて、子供の国も寒くて、はい、寒くて寒くて、もう動物たちの様子はどうですか。寒そうですかね。あんまり関係ないですね。あ、まあ、関係ない。あ、そうなんだ、はい、今でこ、うん、動物たちもやっぱ冬毛になるので、冬に向けてそうか、やっとこの冬毛に合った気温になってきたかなっていう、やっともう12月も末になってきて、はい、まあそう言いながらも今日はすごく晴れてるんですけどね。そうです、ね、はい、今日はまた過ごしやすいです ね、はい、ね、そんな感じで今日もとってもいい情報をね、たくさんたくさん、はい、お持ちいただいてますので、はいはい、一旦 CM を挟んでですか、違いますか、次のコーナーが先なんだね。そうですね、はい、コーナーが先でね、はい、失礼しました。はい、はい、それではちょっと提供クレジットから先に言っときましょうね。はい、はい、ズーズーワンダーランド、この時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供で30分、この後11時26分までお送りしていきたいと思います。それではこのコーナー参りましょう。子どもの国インフォメーション。イエイ。さあ、やってきましたよ、インフォメーションのコーナーでございますが、はい、さあ、さっきからね、もうたくさんたくさん情報をっていう話をしてますけれども、はい、さあ、東條さんとゆいさん、はい、どんな情報を持ってきてください。くしゃみがね、人間ですから、ね、出ちゃうよね。そういう日もありますね。そうですよね、はい、さあ何からいきましょうか。はい、もちろん今日12月22日から、はい、みんな大好きクリスマスファンタジーが今日からスタートになっております。クリファンです。クリファンです。でかいでかい。イエーイ。待ってました。待ってました。待ってました。子供の国のクリスマスといえば、もうなんてタイムリーな話なんでしょう、はい、本当に。今日初日なんですよ。今日からスタートです。ですもんね。うわ、はい、もうこれすごい。ワクワクしますね。はい、もう夢がもりもりでございます。夢がもりもりですね。はい、ワクワク。はい。いいですね、いいですね、いいですよ。はい、今日から12月22日から、はい、例年は12月28日までなんですけど、今年から12月29日、はい、子供の国の最終日、あ、今年のですね、営業の最終日まで開催しますので、ギリギリまで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。前売り券は今日まで。今日まで。まだ間に合います。まだ間に合います。まだ間に合いますよ、皆さん。ね、ちょっと概要というか、
はい、ね、ですね、このクリスマスファンタジーちょっとあの通常の子どもの国の運営とは違って、うん、4時半から入場開始になります、はい、で4時半から夜の9時半まで行って、うん、通常であれば当日券が大人2200円、はい、子ども4歳から中学生までが、1200円、はい、となっております。前売り券は、はい、大人が1800円に子供が1000円となっておりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、あ、いいですよね。みんな大好きなあのゾンビストリートとかゾンビストリートね、はい、クリスマスにゾンビストリート、はい、まだハロウィンが終わってないのかなって感じもしますけどね、まあ、やっぱりもう目玉は何といっても、うん、スーパーオーロラアトラクションじゃないですか。あ、素晴らしいですよね、はい、もう私も何回も言ってますけど、はい、光と音と本当に一大スペクタクルで、はい、もうなんだろう、すごい鳥が立ちますよ、はい、あの時はとっても綺麗ですからね。とっても綺麗です、はいはい、そんな感じで ね、はい、見どころもたくさんありますけれども、はい、登場さん的にこれはっていうのってありますか。そうですね、僕はやっぱり降雪ショー、うん、なかなか沖縄で雪が降るのは見れないの で、ね、はい、雪ね、骨折症もありますので、ぜひぜひ、あとはあの巨大サンタが出現するらしいので、ぜひぜひ、なになに、超気になる、どれくらいあるのかな、あれどれぐらいあるかな、それちょっと盛りすぎじゃないですか今なんて言ってました、30って言いました今これでっかすぎですねまあ大きいあのサンタのでっかいバルーンというか、バルーン、うん、私もでも人生で見たサンタでは一番でかいです、あれは。ゆいさんがそういうほど、はい、いや、ぜひぜひ楽しみですね。子供たちやっぱ好きだからね、はい、雪もサンタも、いや、みんな喜んでくれると思います。はい、はい、であの毎日この、うん、ストリートダンスだったりエーサーだったりといろいろなステージプログラムももちろんビンゴ大会もありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。はい、それにちなみまして、そしてお願いします、みんな大好きワンダーミュージアムでも、はい、クリスマス期間のいろいろなプログラムが開催されております。ワンダーミュージアムでも、はい、ワンダーミュージアムも通常であれば5時までの営業なんですが、このクリスマスファンタジー期間は8時半まで夜の営業しておりますので、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、そしてワンダーミュージアムの中でもですね、はい、1日何回だったっけな、 5回、ワンダースノーといって、ワンダースノー、はい、ワンダーミュージアム多分入ってことがある方だったら分かるかな、はい、あの吹き抜けが、大きい吹き抜けがあるんですね、うんうんうん、そこの上からこう雪がバーッと、わーっと、今わーっと、そんな振り方ですか、はい、ふわ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 わー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 、ドキドキ、インスタ映えのね、はい、今流行りのインスタ映えのする素敵なイベントとチャンスを逃さないでいただきたい、はい、いやいいですね、室内ですもんね、はい、室内です、うん、どうしても外がちょっと寒くて、うんうん、っていうお客様には、ね、うん、小さなお子様連れだったりとか、はい、安心してね、はい、見れますので、あの中でも楽しめるっていうのでも素晴らしいですね、はい、あとちょっと小さいんですけど、こっちにあの巨大椅子、不思議椅子という大きな大きな椅子、はい、今年もこれもまたね、うん、あのみんな大好きなインスタ映えこれもかなりインスタ映えすると思います。お母さんお父さんがいっぱい撮ってるはずね、はい、ぜひぜひお願いします。楽しみなイベントがたくさんありますね、ありますはい、いいですね。そしてどうしましょう、じゃあもう少し行きますか、もう少し行きますか、もう少し行きます、うん、じゃあクリスマスの思い出なんかもう話しちゃう次もだって来年のあれになっちゃうから、そっか、うん、じゃあ一旦 CM 挟んでからにしましょうかね、はい、それでは一旦 CM を挟みまして、お二人のねクリスマスの、あの思い出とかね、でそしてからの年始の、はいはい、お知らせしたいなと思います、していきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です、はい、
ズーズーワンダーランド。さあ時刻は11時11分を回ろうとしております。引き続きズーズーワンダーランドお送りしていきますよ、はい、よろしくお願いします。さあ、こちらでですね、ここでちょっとツイキャスね、はい、からもいっぱいいっぱいコメント来てるので、はいはい、紹介させていただきたいと思います、はい、どこだどこだ来てるね、ルドルフさんからも来てますね、ありがとうございます、そうですね、今日はお二人若手の皆さんですねと、僕もいただいてます、ね、あら、リスナーさんからのフォローも虚しく30後半戦ですから、ね、あ、そうなんですか、見えない、見えない、見えない、30の父でございますから、見えない見えない衝撃な事実を今聞いてしまいましたが、これは広げないでおきましょうね、はい、若いということにしておきましょう、ありがとうございます、はい、それでは、続いてちゃんおかさんも来てますね、そしてモンチッチさんも来ております、こんにちは、動物大好き、歩いて子供の国へ行ける沖縄市民だよとね、本当に沖縄本当に子供の国大好きみたいで、クリスマス時期は地下コーナーに人だかりができてるんじゃないですかって、まあトナカイってことかね、残念ながらトナカイではないんですよね、シカはまあまあ無理やりあの鹿にね、あの帽子かぶせてねトナカイだよっていう、なんちゃってトナカイだよっていう角をね、まあ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 似たようなもんですよとか言って、はいはいはい、まあそんな感じでね、あの見てもらいたいなと思いますよ、夢を抱いてね、そしてルドルフさんからもいただいております、大ありクイのエスペランサちゃん、はい、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、はい、いただいてますね、12月17日に21歳になりました、はいはい、おめでとうございます。大ありクイの21歳っていう年齢、私ちょっと全然あの感覚がわからないんですけど、どういう感じになるんですかね、うちのこの大喜美さんがもうアリクイ博士なので、うん、大喜美さん来た時にぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、ね、もうでも、うんうん、これまでにも7頭子供を産んでる子沢さんのベテランお母さんのアリクイなので、はい、すごいね、7頭も、はい、すごい、なかなか国内でも、なかなかそう、国内でも大アリクイってすごい少ないので、見れる動物園も少ないので、その中でもやっぱ7頭子供を産んでるっていうのはとてもすごい、すごく大アリクイ界にすごく貢献してますね、すごい貢献してくれてる、これ素晴らしい、はい、もうぜひ誕生日を迎えたエスペランサちゃん、はい、ね、あの皆さんぜひもう会いに行って、はい、おめでとうって言ってもらいたいなと思います、はい、ぜひお願いします、はい、そしてちゃんおかさんもあのクリスマスファンタジーのね、あの情報のインターネット、ありがとうございます、 URL も載せてくれていますね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、遊びに来てください、はい、お待ちしておりますよ、はい、そしてモンチッチさんからもちょっと来てますね、動物たちはどんなクリスマスを過ごすのですかね、サンタさんにプレゼント何頼んだのかなって言ってますけど、何頼んだかな、何かくれるんですかね、ご飯そうですね、多分食べ物が、食べ物じゃないかななんだかんだ食べ物が一番嬉しいですよね、ね、食べ物が一番ね、喜ぶ、そうよね、嬉しいんじゃないかな、はい、はい、じゃあそんな感じで動物たちも楽しいクリスマスを過ごすということですよ、はい、はい、ありがとうございます。それでね、クリスマスの話題も出てますけれども、お二人のクリスマスの思い出なんかを聞いちゃったりしていいですか、はい、あ、クリスマスの思い出、うん、なんかありますか、私は一昨年、初めてこの子供の国のクリスマスファンタジーに行ったんでしょ、遊びに、おお、これはもうスタッフではなくてっていう、その時はスタッフではなくて、あー、そうかそうか、のお客さんとして入って行ったんですけど、その時のあのオーロラアトラクション、いやー、泣きまして、人目を気にせず号泣しまして、ゆいさんは一人で行ったんですか、いや、その時はまあ彼氏と行きました、あー、キュンキュン、彼氏と行きました、いいね、行って、その時は人目を気にせず泣きました、あー、でも本当に綺麗ですからね、本当に綺麗で、はい、しかもなんかこのメッセージ性が結構強くて、その時は、うん、なんか
生まれてきてくれてありがとうとか、もうそんなことクリスマスに言われたらもう泣くじゃないですか。って言ってたらもうすごい冷めた顔するんですけど、なんか何のことみたいな。いやもう完全に、ジョンさんちゃんと聞いてあげて。ひどい。本当にとても素敵なメッセージが込められて、素敵なオーロラアトラクションになっているので、はい、全然もう心がこもってないですね。本当ですよね。そんなジョンさんは、そんなジョンさんはどんな。まあ、僕ももうなんだかんだ子供の国長いので、うん、あと何年ぐらいいらっしゃるんですか。多分10年ぐらいいるんですかね。分かんないですけど、ベテランあ、はい、なの で, ベテランですね。それでちょうどもうクリスマスファン、前ワンダーミュージアムで、はいはいはい、毎年クリスマスを過ごしておりまして、うんうんうん、じゃあもうクリスマスの上ではもうワンダーミュージアムですね。あーもうすべて捧げてますね、はい、クリスマスを。ちょうどですね、最後のスーパーオーロラアトラクションがですね、うん、ちょうどワンダーミュージアムが閉館して、はい、お掃除してる時にちょうど最後の時間が来るんですね。あーなるほど。この8時半でしたっけ。そう、9時ですかね。9時か、失礼失礼、はい、その頃にですね、ちょうど一番忙しいというか片付けが忙しい時間にこう花火が向こうでボンボンボン、あーもう、あ、今日も終わるっていうもう今日もクリスマスファンタジーだ、はい、いいねって感じで、はい、あれをでも見るのが毎年楽しみでした。いいですよね、スタッフさんもこういう形で ね、はい、楽しめるっていうのもとっても素敵ですよね。はい、ありがとうございます、はいはい、という形でね、クリスマスの話題もお届けしましたけれども、はい、ちょっとね、今年の最後の放送ということで、はいはい、その一足先に新年 の、 あ、そうですね、イベントの方ですね、はい、はい、たくさんあるということなので、ゆいさん、うん、はい、お願いしていいですか。子供の国、まず2018年年始が1月2日からの営業となります。早い、はい、早い、1月2日から元気に営業を始めたいと思っておりますので、頑張ります。はい、で1月2日に早速イベントが、営業初日イベントがありまして、はい、なんと新春初祭りがあります。イエイイエイイエイ。で2018年の干支が、まあ、犬年ということで、はいはい、まあ、ちょっとワンちゃんに関係するお祭りをやろうかなと、はい、あ、いいですね。新年一発目の祭りをやろうかなと、はい、具体的にどんな感じになるんですか。はい、まずですね、1月2日例年、あの沖縄子どもの国、干支の引き継ぎ式っていうのをやってるんですけれども、はいはい、でこの干支の引き継ぎ式が今年、あのワンダーミュージアム横のヘリコプターが置いてある広場の方で今年は行います。で、いいね、1月2日のこちらが2時から、うん、2時からですね、干支の引き継ぎ式を行います。でもしかしたら書き初めとか、あの動物の書き初めとか、あの上手なね、そうあるかも、ね、あるかも、鳥年、ね、はいはいね、から犬年にまた枝の引き継ぎ式を行いたいと思っての、はい、こちらが2時からですね、うん、ありますので、うん、そちらもぜひお越しください。面白そう、はい、でこの開演9時半、うん、開演と同時にですね、またイベント実はスタートしておりまして、はい、9時半からはなんと黄金の玉を探せ、お、はい、ちょっと探してワンワン、黄金の玉探しが、おお、はい、すごいね、なんだかすごいワクワクする、はい、やっぱり ね犬ってこの嗅覚がすごい良くて、この穴を掘って食べ物を探したりだとか、まあ、そういう習性を生かしまして、まあ、特に今回ね、匂いとかは関係ないんですけど、犬の気持ちになってね、犬の気持ちになって物を探そうと、探してみようっていう、あ、はい、ちょっとこの鼻をね、あの、はい、使ってみてね、はい、なるほど、絶賛蓄膿症で鼻効いてないですが悲しい、悲しいよやってみよう、はいはいはい、園内に200個ぐらい、そんなに黄金の玉を探しに行ってもらおうかなと、はい、はい、すごいですね。もちろんそれを探したお客様には素敵な、うん、何かお年玉が、お年玉があります、準備しております。嬉しい、はい、ね、皆さんぜひ参加してください、ね、ください、あの動物園の方でも、うん、あのギャラリーの方にて、あの、はいはい、犬年なので犬にちなんだいろいろな干支展っていう、おーおーおー、情報をいろんな情報を作った、あの、うんうんうん、ブースもあり、スペースもあるので、いいですね、ぜひこちらの方も遊びに来てほしいです、うんうん、はい、お願いします。で待ってですね、動物たちに、まあ、鏡餅もしくはお年玉をプレゼントするというイベントもその日ありますので、すごい、はい、そちらの方もぜひ、まあ、
ホームページの方にあの詳細の方を掲載しておりますので、はい、そちらの方をチェックしていただけたらと思います、はいね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、そしてもうもう一つぐらい、はい、あとで、まあ、1月2日からはですね、うん、夜なんだっけあれクリスタルあの夜のイルミネーションの夜のイルミネーションまた始まります。またクリスマスファンタジーと別バージョンで別バージョンでお送りする、はい、イルミネーション開催ものが始まるそうです。この時期ねやっぱりイルミネーション、はいね、見るだけでもね、そうですね、冬イコールイルミネーションですからね、どこ行かそうかね、どこ出かけようかねっていうのもね、ありますからね、はい、そうなんですよ、そちらもぜひお越しください、はい、待ってます。はい、これは期間とかもあります、はい、1月2日から8日まで8日まで、はい、予定ではなっております。うんうん、はい、ぜひ遊びに来てほしいと思います。はい、インフォメーションとしてはもうちょっとありますか。あと1個、うん、これいける、うん、はい、はい、お願いします。まあ、とは全く関係ない1月からですね、我々の未来スクールという連続プログラムがありまして、はいはいはい、その中の一環で今回、今年はうちな蛇学校というのを開設します。蛇、はい、蛇です。蛇、はい、こちら1月6日からですね、3月17日までの間に、計6回行うんですけども、はい、沖縄も蛇がすごいねえ、多いの、時期によってはね、いろいろね、ありますからね。そういうのをいろいろ学びながら、うんうん、最後は標本を作ろうっていう。標本まで作れる、はい、もちろんです。すごいね。うちの蛇担当飼育員が全力投球でしていただけると思うすごく熱そうな感じがします、はい、すごいディープな蛇の世界が、はいはい、ありますので、なかなか蛇のことなんて日常で知ろうっていう機会とかないじゃないですか、はい、いやいい機会になると思います。こちらますので、はい、こちらはですねちょっと参加費が、まあ、ちょっと材料費があって、うんうん、標本作るからね、そうですね、大事だ、かかるんです、うん、5000円というちょっと高い値段なんですけど、あ、まあ、その分いいもの、ね、作れると思うので、クオリティが、はい、きっと高いものだと思うので信じて、はい、信じて、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ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 、はい、もうダダダとやってきましたが、ですね、例年、うん、あの沖縄子どもの国の方があの沖縄市のサイエンスフェスタというのを行っていたんです。これが10月に予定していたのがちょっとあの今年台風で、あ、そうでしたね、はい、ちょっと延期になってしまって、それが正式に、あの来年度ですね、1月14日日曜日、14日、はい、はい、あの沖縄子どもの国にて沖縄市サイエンスフェスタ in 沖縄子どもの国ということで開始しますので、もう大きいね、はい、すごい有名になってますからね、はい、もうちょっとですね、あの入園料がかかるんですが、はいはい、基本的にプログラムとは無料のものをいろいろ用意してますので、ぜひ遊びに来てください。いいと思います。本当にもう子どもの国さんはね、はい、もう時期によってすごく充実したプログラム、イベントやられてますからね、はい、年から飛ばしてますね、だいぶ飛ばしていきます、ね、どこまでももう突き進んでいく、そうですね、はい、子どもの国さんでございますが、はい、さあ2人にちょっとだけ時間あるので、あの今年最後ですよ。そうなんですよ、うん、私たちでよかったのかな本当にいいじゃないですかそこがちょっとね、あのね、心配なところではあったんですけど、はい、じゃあ私最後なので、うん、子どもの国を代表いたしまして、リスナーの皆様にね、はい、一言いただけたらなと思うんですが、はい、よろしいですか。2017年沖縄子どもの国をですね、はい、いろいろ皆さんご支援いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。お世話になりました。で2018年も、はい、ぜひ子どもの国ますます頑張っていきますので、はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんも良いお年をお過ごしください。良いお年をお過ごしくださいその前にメリークリスマスだからね。あ、そうだ、メリークリメリークリはい、そんな形でね、今日はね、ジョーさんとユイさんと、はい、お届けしてきました。ツイキャスでもね、いっぱいコメントありがとうございます。ありがとうございます。ロドリーさんも2018年もよろしくですと。こちらこそ毎回よろしくお願いします。本当ですよね、FM コダとしてもお世話になっておりますはい、ということでも間もなくお別れの時間となってしまいました。はい、はい、それではまたね、最後まで今日も来て聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。引き続きFM コザをお楽しみください。ここまでのお相手はFM コザのメグと、東条だと
とゆいでした。はい、ありがとうございました。この番組は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りいたしました。次の放送が1月の5日の金曜日となっておりますので、その時間もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ズーズーワンダーランド。